ここ名古屋でね、一番有名なあの姉ちゃんがいるとこです。今日は2020年の5月の1日金曜日です。ちょうどね、緊急事態宣言出て、昼間のね人通りの少なさをね撮りたいと思います。場所は、名古屋市の、夜の繁華街の場所錦3丁目と境あたりをねちょっとぶらっと撮りたいと思います。時間はお昼の2時25分になります。夜来たらね、この辺りすごい、もう夜のそのスナックとかクラブとかラウンジ、キャバクラと店やってるとこあるのかな。まあこんぐらい人少ない、今だったらまあレポートしてもいいと思いますけど、夜撮りたいけど、まあなかなか撮れないよな。夜出てきてたら何してんだって言われたら困るしよ。本当は夜の繁華街をこの緊急事態宣言がなる前、コロナショックがなる前に今年の1月ぐらいに取りに来ようかなと思ってたんですけど、ちょっとタイミング逃したんで、もう夜の繁華街の人混みのものは取れないかもわかんないですね。この辺りすごいんですよ、この錦さん。名古屋でね、一番有名なあの姉ちゃんがいるとこです。栄っていうよりもやっぱり錦3丁目ですね。やっぱりいっぱい店があるのがね、この辺り一番いろいろあるとこ。まあお昼はまあいつもはもっと人がいるんだろうけど、ほぼいないですね。マスクしてない人もいますよ。2、3年前によく遊びに来てたんですけど、僕よく泊まってたとこ、ここ三光院名古屋錦、だいたい来た時はね、そのことに泊まってました。そこで泊まって遊んでね、この辺りでいろいろ遊んで、遊んでっていうのはお付き合いとかねのもあるし、会社のお付き合いとかもあるし、いろいろな感じで、もう普通にお酒飲んで帰るってなったらちょっとまた酔っ払って帰るのは危ないから、飲んだ時は泊まってくださいっていううちのかみさんからの要望だったんで、いつもまあ週1回、月に1回、2回、月2回、3回、多い時は月4回ぐらい、毎回泊まってましたよ。さっきのその三光院錦とかいうとこと、あとアパホテルとかもね、あれだし、いろんなとこ泊まってました。でまあいろいろね、そのこの辺りはいろいろ行ったんですけど、
すごいでしょ。これ一番繁華街の中心ぐらい、これ僕がいつも言ってたのはあるわ。この3階の水っていうとこですよ。行きって書いて水って読むんですけど、そこにね結構多い時週に3回ぐらい行ってた時ありますよ。まあお行きに。週に3回、あ、これはまあ1回だけですけどね、週3回っていうの。おお、まあ1回座って2万円ぐらいですね。これ週に3回は本当あの時本当よく行ってたな。お金があった時だからまあ行ってたんですけど、今は無理ですね。今は年に2回ぐらい。ここ？ああ、戻ろうか。まあ、中心街、錦さんの中心街取るからちょっと戻ろうか。マスク売ってる人がいますよ。転売ではないんでしょう。卸で買ってきて売るとか。マスクいっぱいあるんだよないとか言って。不思議なんだよな。あるとこにはあるんですよ。ポッポッポハドポッポポッポポッポッポハドポッポ。ハドポッポがなんか食べてるから。同伴とかやって食べに行くときあるんですよ、ご飯。それは私はそんなにない、ほとんどないですけど、話聞いたらなんかご飯食べに行ってその後8時ぐらいにお店に行くと、そういうふうなことしてましたね。会社の先輩の人とか、何してんのみたいな、しんどい女、怒って高いの怒ってって、飯食べるだけでも2000じゃあ2万円ぐらいいるのに、飯食べて2万円お店行って2、3万だったら1回5万円はいるんですよ。バカでしょ。僕はそんなことはしてないですけど、まあ誘われて、先輩に誘われてね行ったら、ほら割り勘で払わないといけない、そういうのは2、3回あったけど、怪しいですよ、そんなの。よっぽどみんな元気なんだよ。ということで、名古屋の繁華街錦三丁目、レポート終わりたいと思います。ちょうどコロナショック、緊急事態宣言出てるからあんまりね人が少なかったです。お昼なんですけど人が少なかった。
ということでね、こっちの通りも結構すごいんですよ。こっちもまあまあ錦さんだから中心街ですよね。この店のこの数見てください、このテナントの数見える？あたりも錦さんです。結構まあだから繁華街結構広いですよ、錦三丁目ってね。で1階か2階ここのゼロっていうクラブゼロっていうとこ連れてきてもらいました。会員制クラブゼロ。感じで錦三丁目のレポートを終わりたいと思います。ありがとうございました。 See you next time. バイバイ。